今回の企画は全自動セキュリティハウス対決。3人1組の2チームに分かれ、制限時間30分で全自動のセキュリティハウスをクリエイティブモードで作り上げる。最終的には無限に湧いてくるモブの軍団がダイヤモンドブロックを壊すまでに何分耐えられたかで勝敗が決まる。果たしてどちらのチームが勝利するのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してドズル社を応援してくれ。はい、ということで、本日の企画なんですけれども、やってまいりました。全自動セキュリティハウス対決。イエーイ。はい、ということで、今回の企画なんですけれども、2つのチームに分かれまして、いろんな、モブが襲ってくるので、そのモブから、守ろうという回でございます。ちょっと説明するだけでは難しいと思うので、見本を、皆さんにこちら見ていただきたいと思います。はい、見本。見本いいですね。この金のところから、敵がねどんどん襲ってきて、この最終的にはこちらにあるダイヤのところをめがけてくるので、このダイヤを最終的には守れと、どれだけ長く守れるかという対決になってきます。はい、ちょっとお手本で水とかマグマとかブロックとかを置いたので、皆さんじゃあちょっとこちら来ていただいて、じゃあ見本お願いします。来た。かわいいモブだな。かわいい感じが。どんどんできる。もうね、もう。壁が。ちゃんと登るんだ。積んでる。すげえ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 。賢いな。なるほど。賢い。面白い。あ、落下ダメージはなさそう。ね。本当だ。掘ってる。掘りもすんの？掘れないとこ掘るんだ。本当だ。水は？スポンジ使ってる。マジ？賢い。面白すぎるでしょ。うま。マグマは無理だ。マグマは無理。これは無理。体感飲むのか？どういうこと？なんか水が起きながら。でもやられてはいる。止めはできる。無理やり突っ込んできて、うわ。ちなみに数で押していく感じだね。ハスクだけなのかな、これは。ハスクしか来ないけど。いや、この後ハスク以外も来る可能性はあります。いそうですね。うわー、なるほど、こんなのか。めっちゃ可愛い子で見て、ハスクちゃんと階段作ってんだけど。終了。わはい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 。こういう攻撃がずっと続きますので、皆さんは、今から30分間クリエイティブモードで、これだったら突破できないだろうというセキュリティを作ってください。はい。はい。はい、わかりました。いやー、これ、どうやるのが正解か全然わかんねえな。確かに。TNT とか弓とか使うの全然 OK なので。はい。何使っても大丈夫なので。なるほど、なるほど。はい、いろいろちょっと駆使しながら、水もマグマも OK でございますので、セキュリティハウス作っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。チャリーン。なんか危ない3人が集まっちゃいましたね。やってやりましょう。比較的に危ない思考する3人。勝てばいいのだ。勝てば良いのだ。比較的危ない3人が集まりましたが、作戦どうします？その3分割に分けてそれぞれ作るか、みんなで一つ大きいやばいやつ作るか。いや、なんか感じないんすよ、ね。最終防衛ラインはメインに任せたい感はありますよ。ああ、最終防衛俺っすか。これでもさ、 TNT とかだとその確実にやれはするけど、ずっとやり続けるっていうのがむずそうですよね。ああ、そうです。切れちゃいますもんね。うん、どうしようかな。いろいろ試し試しつつ、ね、アイアンゴーレムとかシンプルに強そうですけど。ああ、ゴーレムいいじゃないですか。あのね、めっちゃ強かったんですよね、うん、前ウォーデンと戦ったことがあったんですよ。自動セキュリティで、はい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 。じゃあちょっとゴーレムとかもうまく配置しながら、3分割してちょっとやりますか。やりますか、はい、可能性としてなんですけど、うんうん、ワンチャンウィザー出せないかなと思ってるんですよ。あ、逆にウィザーを、じゃあ1の門にする。1の門ウィザー、いやでもちょっとうまくいくかが全然分かってないんで、ちょっと、これウィザー出すの最後の最後がいいよ。ああ、なるほど。はいはいはい、最終防衛ライン、相手のチームに。これさ、ウィザーはさ出しとくのじゃダメなのかな。ああ、確かに。出しとく。出してくれる。はい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 。確かに。これ、ウィザー出して、ウィザー敵対するのかな？敵対
あのハスクとかはねやるんすよ。あ、そうなんすね。そう知らなかった。生きてるものに攻撃する。生きてるものを全て憎んでるんだ、はい、なるほど。どうする、ウィザーラインどこにする。黒曜石でなるべく厚めの壁作って。そうしよう。ここにもウィザーゾーンとして最後に。ウィザーゾーン、ウィザーたくさん最後に召喚しよう。あの、時間ギリギリにしたら相手も真似できないから。はい。あ、やってまいりました。自分攻撃系はちょっと分からんから、防御系の方任せてもらっていいですか。なるほどね。オッケー。これ、何がいいの？うん。これ、落下ダメージは食らうのかな、モブが。なさそうだね、うん。なさそうだから。どうなんだろうね。一旦黒曜石も使えるでしょ。まあ一番硬いブロック、ね、ここに一旦壁張って時間稼ぎできるかなと思ったんだけど。そうだね。確かに。いっちゃん上まで一旦積んで。はい。隣見えちゃう。いいね。一旦黒曜石も使っていいもんね。オッケー。ちょっと壁張っとくわ。一旦壁張っとこう。壁張りながら考えるわ、ちょっと。うんうん。TNT とかも、うわーって言って、モブの数減らしたいよね。そうだね。で、黒曜石、まあ、爆破で消えないから、これでちょっと TNT を思う存分使えるか。いや、自分ね、粉雪ワンチャン、うん、どうなんだろうね。なるほどね。あー。なるほどね、キスってなってもマグマとか使わないとダメじゃないですか。燃やしたりとか、はい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 、バケツで拾われる可能性もあるんですけど、割と敷き詰めたら強いんじゃないかなと思って、こう全体的にあるなやばいな。すげえことになってる。すげえことな、マンパワーで。でも多分これでも突破してくるでしょうからね。やっぱ最初から禁止されてないってことはね、多分突破してくるんだと思いますよ。このウィザーの気をつけなきゃいけないことなんですけど、うん、間違ってもアイアンゴーレム方向に行かないようにしないといけない。ああ、そっか、ゴーレムと。ああ、そっかそっか。味方をね、やり始めちゃうっていう。そういう意味では、一番最後とか、ちょっと離した場所とかの方がいいんですかね、そのアイアンゴーレム。ゴーレム？オッケー。じゃあ、ゴーレムゾーン僕作るわ。うん。で、TNT もちょっと絶え間なく降らせないと。TNT 無限落下みたいなことできたっけ？ああ、なんかあった気がするけど。どっかでなくなっちゃう。鍾乳石敷き詰めるとかってどう思う？あ、鍾乳石は。あれって落下ダメじゃないのかな。じゃあここの下にさ、鍾乳石敷き詰めてみようよ。多分これこのまま降りてくるよね。確かに。ワンチャンぶっ壊してくる。鍾乳石はワンチャンちょっと分かんないね。なんかどうなるかね。足止めにはなりそうですよね。壊されない限りは。言うて、矢の雨ゾーンは強そうなんだよな。あー、強いっすよね。無限回廊は。コンさん、無限回廊なんてそんな高等話でいつ覚えたん？いや、できないよ、多分。え、なんか超簡単なやり方あったんだよな。いや、なんか逆にやつら歩かせた方がいい説あるな。なんかさっき階段作ってたらちゃんと階段は登ってたんですよね、その突破せずに。確かに、はいはいはい、うん、あえてちゃんと登らせて。なんででも第2段階では階段作らず掘り始めたのかちょっと納得いかないんですよ、ね、それはですね、猫じ、はい、あ、じゃあちょっとお手本のところで解説しますね。あ、はい、ルールがあるんですか。ルールがあります。やつらには法則がある。あ、なるほど。猫じ来てください。黄色のとこでしたっけ。黄色のとこ。あ、これとか、はいはい、ここは多分、はい、ここにモブが来た瞬間に、うんうん、あ、登らないとっつって登るんですよ。あ、はい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 。なんですけど、確かにここはですね、モブが来た瞬間に、はい、あ、上にブロックがあるから登れないっていう判定になって。あ、本当だ。そうなんですよ。出っ張りが作られてるわ。そうそう、これがあるから、あ、登れないから掘ろうっていう。だから、あ、登るが一番最初で、ね、登れない時に掘ろうってなるんですよ。あー、なるほどね。じゃあ屋根がなければ素直に階段を。そうさっき水とか溶岩埋めてたじゃないですか。はい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 。あれ、壁の途中に溶岩とかが垂れてる風にしたらどうなるんですかね。途中、いや、わかんない。なんか壁から溶岩垂らしたら、マグマの溶岩ね。はい、マグマの溶岩めっちゃ強いんじゃない。そういう意味ではこの黒曜石の壁から溶岩垂らしてきます。溶岩垂らそう、溶岩垂らそう。確かに、うん、絶対強い。やつら別にマグマに対して無敵じゃなかったもんね。なんか食らってましたもんね。食らってた、マグマを消してただけで食らってた。頭いいな。
あとはウィザーが勝手に出ていかないことを祈るのみであるっていう。いやー、確かに本当それね。なんか気まずいことになりそう。そのこの床が出ちゃうと。こじ何作ってんすか。これはスノーゴーレム防衛装置です。いいっすね。全然攻撃しないっす。でももうここに入られたら終わりっていうことが。そうっすね。でもあいつらあれですよ、多分ターゲット取らないっすよ。あ、なるほど、うん、がもうガーっていくから。まっすぐ、なるほど。じゃあ逆にありかもしれない。ありかもしれない。これちょっと試すだけ試したいことがあって、はい、うん、昔存在してた TNT 無限装置でまだ使えるのかな。あ、使えるんだよ TNT 無限。多分使えるよ。わっちゃん、なんかそれ並べて、うん、ありあり、全然あり。いや、ドズボン絶対 TNT 降らしてたよな。覚えてない？え、何のやつ？ TNT 降らして穴開けてませんでしたっけ。え、なんで俺のが覚えてんだよって感じだけど。え、何で？え、ドズクラ、ドズボン、え、なん、ドズクラでやってなかったっすか？穴開けてた。TNT 無限っつって、絶対穴開けてるはず。TNT 無限に降らせるやつ。TNT1 個で、やった。絶対やってる。やった。あー、なるほどね。なんかね、やったわ。今できるかわかんないけど、ちょっと作ってみよう。燃費スとサンゴと、なんかあった気がする。無限にできんの TNT。TNT 降らすだけ降らせる。無限に降らす、うん。恐ろしいな。最終防衛ラインにゴーレム敷き詰めてもいいっすか？いや。いらない。あと、めちゃめちゃ船置くとか。いや、あんま乗るかな、乗るかな。乗らんか。今、オンディはあれ、TNT 無限を作ったか。やってみようと思ったけど、ちょっと見よう見まねじゃ無理だな、これ。自分で考えたらできんわ、これ。こんな感じだったかわかんないな、これ。どんなだったっけ。シンプルにこういうのがいいんじゃないかなっていう。いや、意外とって多分あると思うんすよね。あったんだよな。そうそう、それやったやった。全何年前のやつよっていう。あ、ごめん、モーさん。え吹き飛んでいった。いや、そっちに吹き飛んでいった。いや、これ多分無理だわ。わかんない、やり方がわかんねえや。で、いっぱい振ったらいいと思うけど、普通に上に作るか、ディスペンサーで。え、なんかスライムブロックの。これはもう無限装置ちょっと諦めました。あ、諦めた。ちょっと俺にはまだどうやら難しかったようで。もうバカでもわかる無限 TNT 落としに変えました。いいね。このメンバーで頑張らせていただきます。よろしくお願いします。挨拶つきました。うん、このメンバーよろしくお願いします。はしゃいでんだけど、もうやる気に満ち溢れてる。なんかやばいやばいやばい、うわ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 、あー来とんだ。すまん。ここ壁張ります。シンプルウィザーローズ畑だから強そうじゃないかね。あ、なるほど。いや、ウィザーローズとかにしよう。それめっちゃいいな。うん、花、そう、ウィザーローズは対策してないんじゃないかな。さすがに歩いて行ってくれそうな。対策し忘れを見つけよう、たくさん。なるほど。すごいチンジの音。すげえ音だ。いや、だからマグマとか安直なものばっかに頼ってると、やられるかもしれない。ですね。TNT の悪口ですか？いや。僕そんなこと言いながらめちゃくちゃマグマやってるから。見て、このあえて壁にしないこのマグマのカーテンにすることによりせき止めれない。ああ、いや、割とそれ結構俺かなりいい。これ強そうだよね。かなり強そうな感じしますけどね。僕もそう思う。だって止めようがないもん。ああ、はい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 、はい、そうなんですよ、本当に。おお、すげえ。あ、いいね。めん TNT 防衛ラインがめっちゃいい。めっちゃいい。スノーゴーレムマジ弱いっすね。ちょっとやばい。素直にウィザーローズ植えたりし始めますね。はい。なんすか素直に。いやいや、もうちょっと素直にウィザーローズ植えようと。全くサバイバルでは使うことのないトリップワイヤーフックさんの出番だろ。トリップワイヤーフック。ワイヤーフックさんでしょ今日は。あれもとつさん。はい。バージョン 1.19 で追加された。
スカルクセンサーっていう最新のスカルクセンサーさん最新装備もありますよ。スカルクセンサーさんか。確かにそっちの方が楽そうだ。ごめん、トリップワイヤーフックさん。君の出番はないような。そうか、音でいけるんだったらね、そっちの方が。踏まなくてもいいのか。いやー、めちゃめちゃ最強の方法あるんやけど、これ使ったら絶対ダメやろな。何？何やろ？やろうぜ。え、レザーゲート送り。いや、いい、いや、いや、禁止されてないです。禁止されてないです。禁止されてないわ。禁止されてないです。禁止されてないです。いいっすか？いいっすか？やっちゃいますよ。レザーゲート送りとエデンドゲート送りやろう。それはね、いや。それダメかな？わからん。禁断だな。禁止されてないわ。禁止されてないでしょ。オランくんやばいね。あなた本当に卑怯の素質あるわ。さすがに思いつかなかった。そこまでやるやつがいると思わなかった。俺は。すごいな。さすがにおもろいわそれ。素晴らしいですね。その発想は。なんか面白そうなもの作ってますね。いや僕めっちゃおもろいの作ってるよ。なんか今まで見たことないタイプのトラップが。やっぱ遊び心大事かなと。ほうほうほう。あ、もう終わるじゃん。やばい、やばい、やばい。やばい。え、マジか。あ、てか、あ、てか、あと4分だ。あと4分？あと3分、あと3分。あ、3分？やばい。すぎ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 て。ちょっと俺最後ら辺にあのウィザードズゾーン作ります。オッケーです。一応ね、ジョバニーね、麹も薄めのウィザーローズ作ってます。あ、ナイスです。はい、分厚めがでもあった方がいい。どれか一つは対策されてないんじゃないかゾーンになってます。いや、大事、マジ。はい、で最後にウィザー召喚して、我々はもう、締め。はい、締めですね。雪だるまが火球ってくるなぜかちょっと。雪だるま火球、全く威力なかったです。効果なし。全然食らわなくて。ちょっとマジ絶句しました。てか本当はその火球のせいで植えたウィザーローズたちがもしなくなったらどうしようと思ってるんですけど、さすがにこんなに頑張ってセットしたゴーレムたちをスノーゴーレムたちを手にかけれず、ちょっと置いとこうかと思います。一応クモの巣置いとこう。うわあ、そっか、クモの巣思いつかなかった。大事大事。この溶岩のところとかちょっと行ったらところにクモのソース貼ってちょっとでも遅延します。ナイス。やばいってこれ。そうできたわ。壊されないように。これこここう横つなげて、横つなげてもうこう隣にできるんじゃない。悪いわこのエンドポータルフレーム。やばい。落とし穴、落とし穴です、落とし穴です。いやー、これや、これ最強じゃないですか。理論上これ一番最強でしょ、これ。いや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 、もうやばい。この圧、圧聞こえただろ、向こうにも。え？なんかめっちゃ、なんか変な音しない？なんか、え？もしかして、送ろうとしてる？送ろうとしてませんか？別の場所に。そういうことか。チャリリーン。おー。ちょっと待って待って。いや、いいっすね。いいね、いいね、いいね、いいね。お互い本気だな、これは。いやー、お互い。しかもギリギリまで取っとくっていうね、これね。お互いに最後ね。お互い最後ね。はい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 。いやー、やばいの落としたな。やばい、お互いやばい落としてるな。じゃあ、皆様よろ、準備はよろしいでしょうか。はい。はい。どちら側から行きます？確かに。どっちでも僕たちから行きますよ。行く？さあれ、ビザは逃げるかもしれない。僕たちビザが反応しちゃうと怖いから。そうですね。ああ、確かに。チームやらせていただいてもよろしいでしょうか。あ、全然大丈夫です。はい。順番には。じゃ猫の力手塩にかけた。俺のスノーゴーレムがえ、ウィザーにやられました。ウィザーにやられてる。俺の手で殺してやるべきだった。10分間、10分間耐えたらもうその時点で優勝。うわ、はい、うわ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 、まやこれ。いや、ちょっとコース紹介もしていきつつ、はい、はい、いつでも。あ、でもいつでも。じゃあ、全自動なので、用意スタートの前に装置は全部起動させてください。
はい。はい。全自動、今回全自動対決なので。起動させます。はい。さあ、それでは、赤チームのセキュリティハウス対決、お願いします。スタートです。ここで止める来た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 。これ。これどうだ？あ、ダメだ。ウィザー攻撃してる、ちゃんと。生き残ってる。生き残ってる。いや、ウィザー怪しい。スノーゴレムに行ってるもんな。スノーゴレムに生き残ってた。スノーゴレムに。ターゲットが止まった。スノーゴレムが。あ、やばい。攻撃中、攻撃中。うわ。おっ、TNT 投げてるやついる。 TNT 投げてる。ちょっと、でもやっぱマグマの壁強い。TNT 投げないで。すげえ、しょっぱなにウィザー強っ。ウィザー、いや、めっちゃ働いてるウィザーな、これ。いや、ウィザーいいぞ、ウィザーいいぞ。最初のウィザーがいいのやべえだろ、これ。確かに確かに。え、ちょっと待って、水使ってるやついる。やばい。ウィザーやばい。これやっぱこの壁が越えられないんだ。壁越えれてないですね、今んとこ。よし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 。作戦通り、作戦通り。でも徐々に徐々に上がってはいるよね。確かに確かに確かに。いつか突破されそう。ゆっくりゆっくり。いや、でもこのウィザーで数減らせてるのがでかい。確かに。いいぞいいぞ。あ、しかも、いいね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 。謎のウィッチの TNT で壁が壊れて。確かになんか。はい。余計なことを余計なことしてんな。よし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 。あれ、これ、もうここでクリアか。これ10分かかるぞ、これ。なんか急にウィザーが怖くなった。ウィザーが。ウィザーが。ウィザーが働いてるんだけど。なんかね、ウィッチにしか反応してない説あるんですよね。あ、でも一部突破してます。突破した、突破した。一部突破してる。やばい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 。ちょっと穴開いてる。穴開いてる、穴開いてる。穴開いてる、穴開いてる。黒曜石開けること覚えたぞ、こいつら。あれだ。いやー。置いた丸石で上がれない判定になったんだ。あ、そういうことか。なるほど。ランダム性があるんだね。学習したな。やばい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 。いや、でもこの TNT ウォールで。TNT ウォール。ウィッチ出てこんくなったぞ。ああ、オッケーオッケー。波があるんだな、やっぱ。波が。いや、ちょっとずつ上がってってんな、やっぱ。いや、でも、溶岩ウォールが意外とやっぱ仕事してる。溶岩ウォール、思ったよりちゃんと仕事してる。すごいな。オッケー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 。まあまあまあ、徐々になんか山ができつつあるけど。はい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 。ちゃんと敵も協力してますね、このハズクたち。協力プレイしてる。確かに。いやウィザー君働いてウィザー君頑張って、ウィザー君。くるくる。うわ、やっぱここ超えられない。頑張る頑張る頑張る。いやいや、でも見えてきた、見えてきたよ。いや、ちょっと見えてきたよ、見えてきたよ、見えてきたよ。僕の秘密兵器まで来てくれよ、頼むよ。でもこの後スカスカじゃない？なんか。いやいやいや、見てください、僕の秘密兵器。なんだこれ。トランポリンです。え？え？おお。いや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 、反応がすごい。あ、できた、やばいやばい、来た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 。やばい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 。いや、ちょっとずつ。いやでもこれ TNT がやっぱ強いぞこれ。いやー。数で押せばいけるはず。で押せ。頼む。ここでどんどん足止めをしてくれ。10分、あーでも結構人増えてきてるな。ちょっとずつ来てますねやっぱ。ちょっとずつ来てるね。はいはい、上から。あ、落下ダメージは食らわないんだこれ。あ、落下ダメージなさそうだったもんね。なるほど。おー、どんどん来とる。いや、はいはいはい。いやー、ウィザーが本当にただの置物になってる。燃料切れです、燃料切れ。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 くるくる回っとるけどね。確かに、ターゲットが多分誰かに取ってるんだと思う。いや、でも結構、いや、いい、攻めてる、攻めてる。耐えてる、耐えてる、耐えてる。普通に第3フェーズ来てるな。いやー、TNT 厄介だな、マジで。もう、TNT が効いてる。オッケーオッケー。いいぞ、いいぞ、TNT。在庫は結構ありますよ、多分。まだある？おぉ。あと多分10時間ぐらいいけます。10時間ぐらいいけるんだよ。え、やばい、上から来てる。え、見て。あ、上から突破。やばいやばい、決壊するぞこれ。決壊する。やばい、上から。やばいやばいやばい、直通ルート。直通ルートできてる。すげえすげえ。すげえ。これが団結か。これ団結力だな。すごい。ハスクの絆が刺られてるわ。階段が生まれてる。これ。階段。何これ、やば。やばいな。気合で階段作る。あと、この2層にしててよかった。
橋作れ、橋作れ、誰か賢いやつ。橋はやばい。橋作らんな。はいはいはい、オッケーオッケー。橋作れ、橋。しかもなんかめっちゃハスクがあそこ一部渋滞してスイートベリーめちゃくちゃやられてる。本当だ。本当だ、スイートベリー意外と効いてるな。スイートベリー意外と本当だ。ホームってる、ホームってる。仕事してくれたか。いいね。すごい。終わった。あ、やばい、一体抜けてる。え。トランポリンいる。あ、トランポリン。トランポリン、トランポリン。全然跳ねない。これは？これは？センサー反応せず。センサー反応せず。やばいやばい。やばい、これやばい、これやばい。いや大丈夫。僕たちには最終兵器がいる。え？そうだ。ああ確かに。まだまだすごいわ。最終兵器。オッケー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 。まだまだ壁はある。怖いね。あとは時間との戦い。え、だってもう第一層目はもうほとんど意味をなしてない。もうもう上から来てるもんね。山っすで。山になってる。あと何分だ？何分だ？頑張れ頑張れ。いやもうそんな時間ないと思うけど。なんかトンネルができてる、トンネルができてる。やばいぞこれ。あー、もう行ってきた、もう行ってきた、もう行ってきた。いいぞ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 。けけけけけけ。いや橋もワンチャン返せそうだ。トランポリン。トランポリン。なんだよ。意味のない操作。センサーは無理です。あー、何の意味もなしてないこのセンサーには引っかからず。あ、もうちょっとね、階段できそうっすよ、でもこっちも。やばい、第2層突破され始めた。第2層階段できるかも。やべえ、魂のリレーが繋がってくる。ここまで体力残ってないとね、こう超えられないから。そう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 。よし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 。どれだけ削れるかだな。おい、待って、装置壊そうとしてるやついないか。お、やばい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 。装置上から、上から突破しようとしてるやついる。その辺に道作られると一番危ない。あー！大丈夫？あー、無理やり登ってきた。よし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 、こっからだ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 。 TMD が当たらないのか、ここだと。そう、上からだと。やばい、トランポリン装置一回でも。トランポリン、トランポリンは今のところトランポリン耐性があります、このハスケ。いや、僕のイメージだとポヨーンってポヨーンってなるイメージだった。ポヨーンって音が出るみたいな。全然ポヨーンってならない。シフトしてんな、シフトしてんな、シフトしてる。やばい、これでやばいかも。でもいや、来たな、来たな、来たな。こっからもったちょっと時間かけて橋を作って。オッケーオッケーオッケー。はい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 。いや、もうどんどん来てる、どんどん来てる、どんどん来てる。もう1と2が終わりました。いや、マジか。もう階段ができてます。ガンガン来てる。 TLT が効かないのが辛いですね、これ上から。確かに上から来てる。いやー、いい回避位置を。めっちゃ上から来てるわ。これは面白い。学習しとる、学習してる。あ、生きてる、生きてる、生きてる、穴開いてる、穴開いてる。やばいやばい、本当だ。よしよしよし、頑張れ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 。いや、どうなの？はい。マグマウォータースライダー。マグマウォータースライダー。マグマの水流が。下がったか。はい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 。そう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 。早く、早く、早く、早く10分経ってくれ。いや、もうすぐだと思うんだけどな。もうそろっすよね。オッケー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 。いやー。いやー。マグマの壁が。こっちには最強の、最強の男、オンリーがいるから、たくさん、ほら。オンリー最終防衛ライン使ってくるか、これ18歳ぐらい。最終防衛ライン、最終防衛ラインいるから。勇者、勇者よ。勇者、一人でも、一人でも行けばいいんだ、一人でも、一人でも行けば。いやー、行け行け、一人でも。いいぞ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 。あ、やばい、なんかトンネルが生まれた今。大丈夫？あ、一人抜けて。おお、あ、やばいやばいやばい。あ、抜けてってる。やばい。勇者、勇者。危ない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 。そこまで繋がる。危ない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 。はい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 。頑張れ頑張れ頑張れ。続け続け続け。あいつ続くんだ。オッケー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 。みんな続け。マグマミルフィーユで。マグマゾーンを越えたらいける。いや、階段マグマ良かったな、この階段マグマ。あ、これなかなか対策できてないですね。意外といいですね。はい。うんうん。難しい形になってる。いや、盾が強いんか。よし！ということで、防衛成功でございます。わー、ありがとうございます。すげーな、全然詰め切れてないっすよ。あ、やっと、やっと矢が作動し始めた。タイムアップと同時に。すごい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 。矢に浴びてるわね、工事が。いや、こうなるのか。いや、そうなんですよ。いや、僕のイメージだと、こうトランポリンでポヨーンってなった人が着地して、うん、この音で作動する予定だったんですけど、はいはいはい、トランポリンで全く飛ばなかったっていう、うん、はい、ということで、赤チーム防衛成功でございます。いやー、いや、続きまして、じゃあ青チーム見に行きたいと思います。いや、こっち多分その面ほど計画性ないから永遠 TMT 振り続けるんだけど。
俺も永遠に矢打ち続けるこっちは。いやいや、いいでしょいいでしょ。さっきでもなんか変な音鳴ったんだけど、なんかそうっすね、ない音が、両方のない音鳴りましたよね。そうっすね。大丈夫か、なんかあそれ思いつかんかったっていう音が鳴りましたね。はい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 、まあ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 、え、じゃあ準備よろしいですか。じゃあちょっとチーム最後設置します。お願いします。はい、なるほどね。もう矢がつきそうだ。はい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 、それでは青チーム、セキュリティハウススタートです。頑張れ頑張れ。やったやったやった、頑張れ。今シンプルにシンプルに壁、あ、最初のね、はい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 、しかもこの壁と壁の間、おお、いやでもこれ落下ダメージがないこと分かったから、これはどうなんだろう、落下ダメージ増やすっていう感じだしな。そう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 、これカラス、あれのことある、これなんかもう抜けてるやつ、俺が倒れてる、なんで挟まってる、挟まってる、なんか挟まって挟まってる、ああ、ええ、ちゃんと壁作ってる、ブロック着地してる、ブロック着地してる、早すぎやばいやばい、あー、しかも貫通は踏んでない、貫通は踏んでない、貫通は踏んでない、なんと、いや、なんといかない、これ大丈夫か、これ大丈夫か、やばい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 、はい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 、まずいまずい、結構な数突破してます、結構な数突破してます、うおー、すごいぞ、何も起動しません、ヤゾンヤゾンが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 入ってる、ヤゾンが入ってる、ヤゾンが強い、ヤゾンが強い、減ってない減ってない、結構な数来てる、結構な数、あれあれあれ、ヤゾンヤゾンが、ヤゾン抜けてんな、ヤゾンなんかあれ抜けてんな、あれ不祥の矢ですよねこれね、不祥の矢、威力あれぐらいじゃ足りんのか、あれじゃやばい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 、ええ、こっち何これ、あ、水中エリア、あ、面白い、ゴーレムいるゴーレムいる、あ、ゴーレム足りんすぎたなこれ。やばい、ここまでは、まあ、ここまでは大丈夫大丈夫大丈夫、そうそう、やばいもん、こっから暑いから大丈夫、絶対倒産、あ、普通の大丈夫かこれ、落とし穴古いです、もう今これからはこの落とし穴です、落とし穴、これ面白すぎる、あ、来た来た来た、落とし穴落とし穴、ボンさんおしまいした、おしまいした、やってない、入んないとダメだよ、あー、これは、え、生成されてないか、こっちも多分開けとかないといけないかも、はい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 、うん、その場合どうなるんだ、どうなの、普通に上通られちゃうのかな、わかんない、おしまいしてないわ、おしまい、どうだ、確かに、どうなの、早く見たい、ちょっと早く見たいけど、早く見たいな、前の防衛が頑張ってる、うん、あー、なんやかんや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 、はい、あ、いいね、ここの矢プラスのやっぱマグマの壁、これ非常に強いです、はいはいはい、タル減らしてんだな、なんだか体力ここで減らして、ゴーレムがとどめを、いや、誰も来てよ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 来てる来てる来てる、届け届け、そう、よし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 、ゴーレムが強い、いやいいね、水中体のゴーレムいいね、うん、いいね、守れてる、まんべんなく配置したかったな、ここは確かに、さあ、一体コイティフが、あ、でも一人抜けてる、一人抜けてる、あ、抜けた抜けた、スポンジで使って抜けてってる、いやでもちょっと数が多くなってきたな、いや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 、いけるよいけるよ、大丈夫大丈夫、いけるよ、まだ大丈夫、大丈夫かまだ大丈夫か、いやでも結構足止めしてくれとる、さあこれ抜けるか、 TNT 動けって本当に、 TNT 一切誰も踏みません、いやー言うなー、誰も踏みませんこの、ね、準備して何もね起きないって切ない、いやそれもセキュリティですから、うん、それも、なるほど、あ、あ、行った行った行った行ってる行った行ってる行った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 、あ、エンド抜けた、エンド抜けた、エンド抜けた、エンド大丈夫、これ大丈夫か、これ大丈夫か、おしまい忘れな、ちょっと待って、ちょっと待って、最終エリアやばいのいるんだけど、最終エリアやばい、これやばいだろ、これこれ一線超えてるじゃん、これ一線超えてるぞ、これあー、ネザー行った、ネザー行った、ネザー行っちゃった、ネザー行った、ネザー行っちゃったわ、これもこれも防衛成功でしょ、これどうすることもできないもん、これいや、このちょっとすべての両親で黒曜石の柱が1個入ってるんで、これ2個そう、このネザーゲートの最大のね、最大サイズでしょ、あ、そうか、そういうことか、そういうことか、そう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 、このウィークポイントに当たれば、ウィークポイントに当たってもこの後猫字見てくださいよ
このカズのゴーレム。これはもう容赦らしいっすね。ひどいですね。これだな、やっぱり。うん、異世界送りが正解だな、これは。異世界送り強すぎる。異世界送りやばいな。異世界強すぎる、本当に。いや、あまりにも、セキュリティの洗礼を受けすぎています。確かに。タスクたちがセキュリティの洗礼。ちょっと、ここまでやられるとは思ってないっていう。はい、両チームに。タスク、そんなつもりで来てないでしょうから。うん、そうだろうね。ここまでとはね。ぶつかり合えると思ってたのに。いや、もう矢はあるけども、全然意味をなしてない。確かに。矢もう防衛されてる、完全に。あ、確かに、もう、石でか。はいはいはい、そのうち矢がななくなるだろうな、これ。見てんのクソもろいな、これ。おもろいな、これ。普通に面白いな。面白い。本当に時間かけたら多分攻略するだろうな、これ。あ、いつか、うん、いつか行きそう。確かに。お互いのセキュリティ、こう、何時間ずっと動かして。35時間で突破みたいな。いつかやりたいな。面白そう。いや、このマグマの壁もなんかブロック置くのめんどくさくて、丸石を引くためにやったんですよね、これ。そういうことか。あ、頭いい。なるほどね。丸石か。はいはいはい。そういうことか。面白いな。それで水でね。それめっちゃ効いてるわ。めっちゃ効いてる。効いてる効いてる効いてる。初期地点もうなんかすごい。初期地点なんかね、もうただの階段、大聖堂につながる階段みたいな。いや、ここはもう両者一緒なんですね。両者一緒だね。この階段ゾーンは。階段おもろいな。条件目突破しても寝下ゲートで飛ばされちゃうからな。寝酒ワンチャン壊れるかなと思って。あ、パリーンってね。そう。壊してくれ。確かに。大丈夫だった。ちょっとずつ水減ってるんだな、一応。あ、いや、ちょっとずつは突破してんのよ。ね、手前の水減ってるもん。いやこの、溶岩の壁を突破していかつ、このゲート割らなきゃいけないのしんどすぎるな。絶望だな、ほんと。あ、突破してるけど。来たよ、来たよ、来たよ。来た、来た、来た。けるとおしまいしたけど RT 行く、おしまいおしまいもあったらすごいことなってたな、これ。いや、結構2匹突破してる。お、この駅頑張れ、ハスク。この駅エリアは抜けていく。間違いで、ただただからの、いやー、これが強すぎる。消えた。これが強すぎる。本当これだけあればいいな。あや、あれ、お、あれ、わー、強いな。惜しいな。今釣れたな。いや、タイムアップで良さそうなものを見ましょう。きちんとやっぱり律儀にね。何があるか分かんない。何があるか分かんない。確かに。確かにね。TNT 投げるウィッチ面白かった。あー、カン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 。ということで、青チームの防衛成功でございます。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャリーン。おそらく、両チーム防衛成功は、スタッフさんは全く予期せぬ、想像以上に固いセキュリティとなったことでしょう。はい。ちなみに、ボンさんのこれ、開けたら言ってたんかな。確かに、それちょっと気になる、ね。確かに、気になるな。一回開けて、一回開けて。開けました。開いた開いた開いました。多分この、重ならないように、頑張って、複数置いてくれてるんだろうけど。確かに。ちゃんとね、どこ通っても、なるべく入るよ、ね、なるべくね。そうそうそう。めっちゃ開通しようか。ポータル自体を壊されないように前に黒曜石を置くっていう。あ、そういうことか。ああ、行ってないわ。でも、行かないんだ。行かないんだ。仕様的に行かないの。行かないのか。もう一回出してもらっていいですか。例えば、こうすればどう。あ、なるほどね。あ、はいはい、あ、それはいくかも。あ、行った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 。強すぎる。異世界送り強いな、セキュリティは。異世界送り強いですね。はい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 。なるほど。ということで、今回の、セキュリティ対決、引き分けでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、かなりやりすぎてる感ありましたけれども、やっぱり最強セキュリティを名乗るからにはこれぐらいね、しっかりやっていかないとなといったところで、はい、また、ちょっとセキュリティ企画も、やっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いや、これ多分おそらく進化してまた、戻ってくると思いますので、はい、次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。ということで、じゃあ本日の動画こんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。
高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。